木名翔吾被告は、2014年、当時20歳の女性の車に歪説目的で乗り込み殺害したとして、殺人や強制歪説致傷の罪などに問われています。一審の新潟地裁の無期懲役の判決に対し、検察・弁護側がともに控訴。東京高裁は先月、一審の判決に不合理な点はないなどとして、 無期懲役の判決を支持し、双方の控訴を棄却しました無罪を主張していた被告本人と弁護側は先月までに上告していますが死刑を休憩していた検察側は期限までに上告しなかったことを明らかにしました東京高検は上告理由を見出せなかったとコメントを出しています